こんにちは、ウィルソン道場です。今日はですね、ツアーケースのツアーバッグのご説明をしたいと思います。こちらがですね、もう西堀圭君はじめ多くの選手がツアーで使ってくれているバッグになっています。非常にウィルソンのツアーケースは特徴がありますので、そちらをご説明していくんですが、まず以前のものからですね、名前が少し変わっていっています。ウィルソンは前まで 15PK9PK というふうに歌っていたんですけれども、これが、15PK が3コンプ、要は3コンパートコンパートネントという意味で3つの、部屋に分かれているというふうに覚えてください。そして、9PK は2コンプという形になってまして、2つの、お部屋に分かれているというふうに覚えておいていただければなと思っています。今回はショルダーが、長さ調整ができるようになっています。これなぜかと言いますと、このように持つことができるというところになっていまして、前まではこう手持ちで持つしかなかったんですが、ショルダー肩掛けができるようになっています。そして、ストラップから先に行きますと、この背面になりますけれども、今ストラップが見えていない状態になっています。で、今ここに格納されているんですけども、マジックテープを開けていただきまして、中からショルダーを取り出します。これをこちらの、フックにはめていただいて、リュックタイプになるということで背負うことができるようになります。そして、ポケットに関して、収納の中身のことからお話ししていくんですが、まずこちらのウィルソンの上に、チャックがついてまして、ここに小物を入れるポケットがあります。で、中触っていただくとベルベットな仕様になっていますので、例えば iPhone とか入れていただいても傷がつきづらくなっています。両サイドについていますので、両側に、そういった傷をつけたくないものを入れていただくという形になっています。そして中を開けていきますが、まずですね、一番外側にはポケットが一つついています。これぐらいのサイズのポケットですね。そして、逆側にもポケットがついていまして、これぐらいのサイズのポケットがついています。中にはさらに小物を収納できる、ジッパー、ポケットもありますので、もう今どのメーカーさんもおなじみになってますけれども、ウィルソンではサーモガードというテクノロジーがついていまして、まあこれによって中のストリングスにダメージを与えないようにということで、中の温度上昇を防ぐという形になっています。実はこれ最初に開発したのウィルソンですね。もうかなり前になりますけれども、そして、この、3コンプに関しましては両サイドがこの仕様になっていますので、そして真ん中はアパレルであったりというシューズであったり入れてもらえるような仕様になっていまして、さらにここもですね、マジックテープついてますけれども、剥がしていただいて逆側につけていただきますと、2つのブロックに分けることができまして、例えばシューズこちらに入れていただいて、アパレルをこちらに入れるなどという形のセパレーターもついているというふうに覚えておいていただければなと思っています。こちらが2コンプというところになってまして、ストラップであるとかショルダーの仕様は全く一緒です。もちろん先ほど言いましたポケットもついています。ただ中がですね、間仕切りが2つになっています。1つはサーモガードがついていまして、片一方は衣類を入れていただくと、こちらの方も、ちゃんと間仕切りがついていますので、はい、というような形になります。3コンプと2コンプの違いは、このサーモガードがついている、部屋が1つ少ないということだけ覚えておいていただければなというふうに思っています、はい。またですね、この赤いバッグに加えまして、グレーも、発売をしておりますので、ぜひぜひ2色展開ということになりますけども、合わせてご検討いただければなと思いますので、よろしくお願いします。